続いてちょっと先生、今回は長い文章になりますが、はい、飛鳥先生、円盤屋の皆様こんばんは。飛鳥先生や円盤屋の皆様には大変貴重な情報をいつも惜しげもなく報道してくださり、うん、心より感謝しています。プラシコだもん、はい、毎日毎日激動的なニュースがテレビ、新聞、ネットで飛び交い、 UFO もラジャさんも飛び交い、最近では地底人たちまでも出てきて、もう何が何だか分かりません。書店に行っても諸説入り乱れて頭も心もパニックです。だから真実を伝えてくださる飛鳥先生や円盤屋さんには本当に感謝しています。地位代表これでね喜ぶよ。でここからですね。あ、そうなの、前振りか今の。ここからなんですよ。さて質問ですが、ヒツクシンジやノストラダムスの予言では、世界の列強国イコールイシアたちが日本に襲いかかってくるとありますが、うん、私には日本列島が南北に4本担ぎ棒が出ている竜のおみこしに見えます。つまり日本列島自体がアークに見えます。日本列島の先端にはカラフトがありますが、私にはカラフトが日本列島の北海道イコールアイヌ民族が被るべき王冠に見えます。日本列島がアダムカドン、はい、かっこしてアダムの形とありますね、人型だな、のようなことを学研ムーの三上編集長がツイッターでつぶやいていましたが、カラフトが北海道のアイヌ民族が被る王冠であり、北方領土が日本列島が放つ清めの火であるなら、北からやってくるアルザル人たちはカラフト、北方領土から日本列島に戻ってくるのでしょうか。うん、なんかすごいですね。レアだね。どうしようか。まあ、北から戻ってくるっていう言が聖書にある以上はやっぱ北からでしょうね。だから北からやってくるという以上は、確かにコース的に言えばもし日本列島を通過するとしたらそうだろうね、うん、否定しませんよ、はい。でまあ、日本列島が一つの竜の形っていうのは実はもうすでにもういろんなところであって、うん、まあうん、戦前からも一応竜の形じゃないかっていうのがありましたね、でまあまあそれは否定しません、はい、で僕は否定しませんから、全てをプラス思考ですから、はい、先生は、はい、で加算法を使えば、僕、まあ、気づいておられたか分かりませんが、僕ほとんど加算法で話してますからね、はい、原点法ほとんど使いません、はい、だって神様っていうのは加算法で人を救っていくから、う